なんか冷たいな。はぁ、寝てたのか。ん？え、ちょっと待って。なんで水に浸かってるの？え、しかもさ、なんか僕、捕まってるんですけど。え？あ、待って。あそこにいるのってさ、鬼滅の刃の富岡さんじゃない？富岡牛だ。富岡さん、なんでこんなとこにいるんですか？え、てか、僕捕まっちゃってるんで、助けてくれませんか？遠すぎて何を言ってるのかわからない。無視をしていこう。富岡さーん！来た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 。なんだ？富岡さん、ここから出してくださいよ。ここから出す？そうです、そうです。妹を助ける。ちょっと待って、妹僕いないんですけど。え、怖い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 。終始戦犯！お前はそこにいろ。え、つまり、脱出できないってことですか？お前はそこで死ぬ。そのまま野垂れ死ぬだろう。そんな、え、てかもう、日が落ちてきたし寒いんだけど。富岡さん。俺はもう寝るぞ。え、ちょっと待ってよ。そんな。え、てか富岡さん、なんか、下からゾンビ来てますよ。水の呼吸。大丈夫かな？一の方、水面切り。おお、すげえ。さすが富岡さんだ。モンスター倒してる。敵もいないことだし、もう寝るか。あ、富岡さん本当に寝ちゃったな。かかか。富岡さんなんかいびきうるさくね？いやまあ、とりあえず今が脱出のチャンスだよな。こんなとこに穴があるじゃん。穴があったら入りたい。ということでここから脱出をしましょう。あ、いいねいいね。海についてるちゃんと。よし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 。よーし。え、でもさ、脱走したはいいけどさ、周りなんもなくない？え、どうしよう。この島はなんか他にあるのかな？富岡さんすごい。寝ながら敵倒してるんだけど。頑張ってる頑張ってる。天のが起きてんのかな？寝たのか？今のうちにね、木でボートを作って脱走したいと思います。いやーでも、ボート作っても富岡さんワンチャン頭がいいから、隣の島にボートで逃げたんじゃないかって思われると思うんだよね。ここの木が消えてたら。ということでね、富岡さんの頭の良さを逆に狙って、まずはクラフトテーブルを作りまして、あたかもね、船を作った風に置いといて、船作って、ここにね、船を置いて、僕ね、この島にまだ隠れときます。いやまあ朝になったらね、さすがに気づくと思うから、朝になるまでちょっと待ってみようと思います。いやー、にしてもどこに隠れようかな。どうしよっかな。ちょっとこの砂浜ら辺に隠れておこうかな。よいしょよいしょ。はい、ということでね、朝が来ました。僕ね、あの後船をあっちの島の奥の方にね、渡らせて、泳いで帰ってきたんだけど、ま、多分ね、あれを見たら富岡さんはあっちの島に行くと思うから、ちょっとね、富岡さんが起きるのを待ってみようと思います。もう朝か。起きたな。さて、あいつはどこに？やばいやばい、バレちゃうバレちゃう。ちゃんと隠れとかないと。何？いない！どこに行った？ここにあった木もない。なんだあれは？あっちの方に船がある。さては、逃げたのか？水の呼吸スクロール。水の呼吸スクロールってなんだ？はい、ということでね、無事富岡さんがあっちの島に行ったんで、僕もね、富岡さんと戦う準備をするためにちょっとね、この島で物資を漁っていこうと思います。よしよしよし、無事あっち行ってるな。じゃあまずちょっと手始めにやっぱ木が欲しいから、お、いいねね、スケルトンから落ちたやとかもあるね。でまず木を集めて地下掘っていきたいかな。鉄の剣あったらワンチャン富岡さんに勝てるかもしれないからね。まず木の棒を作って、さっきのクラフトテーブル戻んないとな。いや富岡さんあっちにどこら辺にいるんだろう。パッと見なんか見えないんだよな。いる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 、いたいたいた。頑張って探し回ってるな。今のうちにちょっと木のピッケルと、木のスコップも必要かな。で、このツール使って鉄をね、頑張って入手して鉄の剣を作っていこうと思います。いやー、富岡さんにしても水の呼吸スクロールはマジで笑ったな。お、鉄あった鉄あった。鉄は石のピッケルじゃないと掘れないから、またちょっと石のピッケルを作りましょう。よいしょ。さあ石のピッケル作って、富岡さん
念入りに探してるんだけど。まあどんだけ探してもね、僕はそこにはいないんだけどね。さあ早速鉄取って4個ぐらいあるかな。まあ4個あったら十分でしょう。鉄をね焼いていこうと思います。よし、これで鉄焼くか。いや早く焼けないかな。早くしないと富岡さん来ちゃうよ。よし、とりあえず一つはゲット。これで鉄の弦ゲットできるな。帰るか。よし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 。ちょっと待って、やばい、富岡さんが来てるんだけど。ちょっとね急だけど隠れます。やばいやばい、今バレてないかな、大丈夫かな。ちょっとさっきの位置まで戻って、よいしょ。うん、さっきまでなかったかまどのクラフトテーブルが、これはあいつ、こっちにいたのか。今はこっち来るなんて。それにしても船から降りれない。富岡さん、船からはシフトキーでおりますよ。シフトキー、その声は、あ、やばいやばい、バレちゃった。いやもうこうなったらしょうがないな。富岡さん、勝負です。なんだ。僕と勝負しましょう。俺に勝てると思っているのか。思ってないですけど、頑張って戦います。クソガキが。スタート。富岡さん、ストップ。なんだ。富岡さん、剣で戦うにしても僕の剣、鉄の剣じゃないですか。富岡さん、ダイヤの剣ですよね。それずるいですよ。富岡さん、あっち向いた方で勝負決めましょう。じゃあ、わかった。じゃあ富岡さん、いきますよ。せーの、あっち向いてほい。あっち向いてほい。富岡さん、あっち向いた方弱いですね。もう一度やろう。もう一度。いいですよ。いきますよ。せーの。あっち向いてほい。あっち向いてほい。富岡さん、なんかめっちゃ弱くないですか。俺が弱いんじゃない。お前が強いんだ。いやー、じゃあ、もう僕は勝ったんで、この島から脱走しますね。ちょっと待って、痛い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 。お前は殺す。やめてやめてやめて。鬼は斬首する。逃げないと。富岡さん、って富岡さん、それ水の呼吸なんですか。それはスクロールだ。お前も水で呼吸をしているのか。水で呼吸はしたいですよ僕は。逃げるな。痛い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 、呼吸がやばい。痛いのか。痛いです。水ごときで死ぬなよ。わかりました。俺がお前を殺す。ああ、富岡さん、どっちの島ももうモンスターだらけですよ。一緒に逃げましょうよ。動けない。そうですよ。これだけは言わせてくれ。何ですか。生殺与奪の剣を他人に握らせるな。死ね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 。富岡さん、下宿ない。